臨天バイエル岡崎臨天がラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。サマーサンバを弾こう、その15週目です。サマーサンバ、チューニングはスタンダード、そしてカポア2フレットでお届けしております。もともとはですね、リッドミュージックから出ておりますアコースティックギターマガジン、その連載ページからのピックアップですが、その譜面手元になくても弾けるように解説を進めております。前回は、丸々ワンコーラスが終わった後に A パートに戻った、俗に 2A パート、そちらはちょっとアドリブっぽいフレーズに、ね、なっておりますけど、その 2A パートに戻ったあたりからちょっとテンポ落としておさらいをしてみます。さあ、この1フレット制覇のフレーズですね。まずはその A パートに戻った7小節目になりますけど、コード F マイナー、ここでブエソンの後にこのクイックアルペジオとでも言いましょうか、これが入ります。4弦から2弦にかけてのクイックアルペジオ、これが苦手という方もいらっしゃるでしょうから、これはこの場所に限らずですけどね、無理にこれを、取り入れる必要はないかと思います。こういう弾き方でも構いませんね。ちょっと艶っぽさを出すために、そして次の8小節目は、1フレット制覇そのままで、今度はベース音が5弦目に移って、B フラット7の9スにコードが変わります。ほぼベース音が変わっただけと捉えて構いませんが、ベース音が6弦から今度は5弦目に移った時に、6弦のベースを消すために、ここは、5弦目を弾く右手親指の背で、6弦をミュートしてやる、これは忘れないでやっておいてください。ここですね。そして2弦目の3フレットから4フレットにかけての小指の左手小指のスライド、これはちょっと難しいかもしれませんけどね、ここは小指の鍛錬といいますか、練習を重ねていってマスターしていっていただければと思います。そしてこのフレーズが終わると、Bパート、ここでダロセーニョして元のフレーズに戻ります。これは前回、以前にね、解説した、そのフレーズに戻っていきますので、ここまでの解説としますね、ここはね。そして、それが B パートに戻ったところからちょっとゆっくり、さあここでコーダに入ります。このローコード C ですね、この部分でコーダに戻った、でそこからエンディングに入ります。このエンディングに入る寸前の小節、こうとエンディングに入っていきますけど、この寸前のエンディング寸前の小節だけが4分の2拍子になってます。1拍目がローコード C、5弦から2弦までですね。そしてその2拍目が4弦の2フレットから、こっちは9フレットまでですけどね、2弦が9フレット、4弦は8フレット、そして1弦も8フレット、このフォームにスライドさせて持っていきます。ここがエンディングの頭になりますが、このエンディングのフレーズは次回の解説としましょう。
今日のリンテンパイオリーいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんのギターにおける悩みやご相談あるいはご質問何でも受け付けますのでね、番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトより、アコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは、番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイオルのコーナーでした。